ほんとちっちゃ。かわいい。うわ、でもなんかめっちゃ化粧してた。なんかあの男の人めっちゃ走りよるな。あー、ゲルドのお姉さんとお近づきになるためにってやつ。あ、こっちか。ゲルド族の女性と仲良くなりたいですね。おっと、下心抜きで商売相手としてっすよ。と思ってここまで来たものの、町の中に男は入れてもらえないんすよね。ふんふん。この人は別に反応は変わらないのかな。あっちの走り寄るのは、うちは大きな砂ざらしの看板が目印だからすぐわかるはずだし、今度立ち寄ってみてよ。了解。あ、捕まえようとしようんやね。サバーク。僕はボテンサ。ボテンサやってサボテンやん。35歳独身、趣味はジョギング。聞いてねえわ、お見合いか。みんなから良くも悪くも頑張り屋さんだねって言われます。君は一人なのかな。よかったら僕と一緒に。砂漠なのによく走れるね。あ、サンドブーツに気づいちゃった。気づいてねえ。これさえあれば砂漠の砂に足を取られず普通に歩けるようになるからね。ジョギングだって楽々さ。だからよかったら一緒に。サンドブーツ欲しい、ちょうだいそれ。え？いや、これは、このサンドブーツは超レア物で、譲ってあげたいのは山々なんだけど。ちょうだい。でもこれは仲良くなれるチャンスかも。そうだね、譲ってあげてもいいよ。でもその代わりにお願いがあるんだ。君は8人目の英雄の噂を知ってるかい？ 8 人目の英雄。ゲルド地方に伝わる7人の英雄伝説。だけど本当は、8人目の英雄が存在したらしいんだ。彼女がなぜ歴史から葬られてしまったのか、それは誰もわからないんだけど、噂はあれど誰も見たことがない幻の英雄。子供の頃からの憧れだったんだ。だからその8人目の英雄を見せてもらえたら、このサンドブーツを君に譲ってあげてもいいよ。探してきます。やった。8人目の英雄は彼女を慕う者たちによって今でもゲルド皇子に祀られてるって噂があるのと、赤褐色の巨神って意味を持つこと以外のことはよくわかってないんだ。7人の英雄伝説のことなら詳しい人がゲルドの町にいるって聞いたことはあるけど、ともかく絵でも何でもいいんだ。見つけたら教えてくれるかい。ただし絵ならせめて上半身がわかるもので頼んだよ。あとこれよかったら使ってよ。きっと君に役に立つと思うんだ。スノーブーツ。おお、ポテンサから借りただけなのくれないの。体重を分散させる工夫がされていて、深い雪の上でも移動速度が落ちない。ゲルド高地みたいな雪深い場所だと雪に足を取られて歩きづらいだろ。でもこのスノーブーツがあれば雪深いところでもいつも通り、いや、いつも以上に早く歩けるんだ。これももう作り手がいなくて貴重なものだからあげることはできないけど。ミニチャレンジ8人目の英雄。8人目の英雄のことはいろんな人が調べてるけど、まだ謎が解けていない都市伝説だ。謎を調べている間に仲良くなって、そして下心丸見えかよ。モテ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 願望かい。入るけどいいよね。ここはゲルドの町、ハイラル最大の交易の場所だ。この町の掟で中に入れるのは場合のみとなっている。不審者は我々がしっかり見張っているからな。安心してここで旅支度をしていってくれ。せっかくだからゲルド語も覚えておくといい。さよなら、サボークだ。サボーク、かわいいバーイだね。ここはゲルドの町。ボーイは入れない、バーイだけの神聖の町だ。ゆっくりしていってくれ。ここの酒場にはバーイミーズボーイっていう酒があってな、これが最高にうまいんだ。この町に来た記念に寄ってみてはどうだ。何そのボーイミーズガール的な。潜入男子禁制の町コンプリート。サバーク。真珠が暴れてるってのに華奢なハイリア人がよくこのゲルドの町に来られたもんだね。族長様は大丈夫だっておっしゃってるけど、あの真珠がここにやってこないって保証はないからね。私は不安で不安で夜も眠れなくてね。族長様。この町にはルージュ様っていう立派な族長様がいらっしゃるんだ。先代の族長様が若くして亡くなられてしまって、一人娘だったルージュ様に王位が継承されたばかりなんだけど。あ、若いんかな。じゃあ真珠が暴れるわ、おかんのトラブル続きだわで、かなり頭を悩まされているって聞いたよ。あんたゲルド砂漠を渡ってきたんだろ。じゃああの外を歩いてるでっかいの見ただろ。数週間前にいきなり現れてね。あんなのが近くを歩いてるってだけでも怖いのに、近づいたら雷にやられるっていうし、
もしこの町に近づいたらって思うとね。族長様はあれは100年前まではこの辺りに守り神だったとおっしゃってるけど、にわかには信じられないよね。あんたもあれには近づかないことだね。なるほど、雷にやられるのか。今のところこの町に怪しいものが紛れ込んでいる気配はなさそうだ。他の兵士たちは飯ヶ田のアジトを叩くべく昼夜を問わず頑張ってくれている。私もしっかりと見張らねばだな。ふんふん。何の噂話？まったく、ギャルド族の神器を俗に奪われるなんてね。ウルボト様が愛用されてたって言われてるかもとでしょ。代々ギャルドの王家、代々ギャルドの王家に伝わってきたものだし、族長様もかなり肩を落とされてるらしいわ。まだ小さいのに、おかわいそうに。小さいの族長様。犯人もしはついてるらしいんだけど、なかなか手強い相手らしいわ。なんでもプロの暗殺者集団とかなんとか。だから兵士がいつも以上にざわついているのね。うん、なるほど。何誰？これ女の子なの？わかんないんだけど。え、男じゃん。サバーク。バとかボとか、ゲルドの言葉はわかりにくいけど、これだけは覚えた頃。あれなの、性別のわからない種族は普通に入っていいの？なんとかしないと。どうしたどうした、なんかセクシーやね。なんて挨拶してる余裕なんてないのよ。どうしたの？私はハンドメイドでアクセサリーを作るお店を経営してるんだけど、アクセサリーの加工に必要な火打ち石を切らしちゃってて、10個、そう10個あればなんとかなるんだけど、火打ち石10個譲ってくれる親切なバイが現れてくれたら、たんまりお礼を弾むんだけどね。まあ世の中そんなにうまくはいかないわよね。アクセサリー？うちはルビーやサファイアなんかを使ってアクセサリーを作ってるの。あ、ここで集めたルビーやサファイアが使えるわけやね。宝石にはそれぞれ力が宿っててね、身につけるとその加護を受けられるの。でも火打ち石がないことには何もできなくって。じゃあ雷から身を守れるものも作れるってことか。宝石はお好き？わざわざ来てもらったのにごめんなさいね。いえ、別に何も何も何も。リト族か。こんばんは。あ、これは女の子やね。本当はサバサーバって言いたいところなんだけど、まだちょっと恥ずかしくてね。なんていうか、ほら、私外国語できますよってアピールしてるみたいでさ。考えすぎかと。やっぱ考えすぎかな。私が住んでるリトの村はあまり観光客とか来ないし、ゲルドの街みたいなオープンの街の感覚がちょっとわからなくてさ。全然オープンじゃないけどね。でもせっかく来たし楽しまないとって思って大好きなお肉食べに来たんだけど、ここ獣肉しかないんだよね。え、もしや鶏肉を食べるとかそういう獣肉でいいんじゃないかな。この辺破壊したら何かしら出てくる感じかな。ん、出てこんかな。はーい、破壊します。できねえ。破壊できなかったわ。どこかにさ、女神像置いてない？女神像。あ、かわいい、ちっちゃい。ねえねえ、みんな恋愛してる？マキはね、大きくなったらするよ。ワイス先生のとこで恋愛とか結婚とかするの。でもワイス先生は未婚なんだって、ママが言ってたよ。でも未婚ってなんだろう。恋愛とか結婚とかよくわかんないけど、フルーツより甘いって聞いたよ。いちごより甘いのかな。ティクル楽しみだな。てかそうよね、あの、え、ゲルド族に男は生まれないの？女しか生まれないの？すげえな。ないのかよ、ないのかよ。妖精の妖精、あの、なんだった、精霊の石像、精霊だかなんだかわかんないけど、こういうところとかに。うお、びっくりした。あったあったあった。うお、なんだ。サバサ。どうした、大丈夫？なぜボーイがここに？え？その辺の小娘はごまかせても、この無脇は騙されないよ。でもまあ、私にはどうでもいいことだけどさ。それよりこんな裏通りまで来てくれたんだ。ちょっと話し相手になってくれないかい？女神像の話。ここにある女神像は私の生まれるずっと前からあるらしいんだけどさ、ここでは誰も信仰してないから今ではこんな場所に追いやられてるってわけさ。私と同じだ
から私ぐらいそばにいてやんないとね。私が今から祈るよ。またボーイと話せるなんてね。まだ付き合ってくれるのかい？別に自分が出ていけばボーイと話せるんじゃない？若かった時の話。これでもね、私は若い時べっぴんさんだったんだよ。ボーイはみんな私に夢中だったよ。でもね、私も若かった。夢を見たくてね。運命の人と出会えるっていうラブボンド、ラブボンドの話、前もなんか誰かしよったよね。ハイラル人の人がこのハイラルをずっと旅してたんだ。そしたらどうだい、気づいたら結構の年になっちまってね。ラブボンドも見つからなけりゃ旦那も見つからなかったってわけさ。なんだいその神経臭い面は。笑い話なんだから笑ってくれよ。なんかちょっとかわいそうなんですけど、私みたいにならないように、後悔しないように生きるんだよ。でも別にね、その辺に旅人の男でもおったやろうに。さあ祈らせてくださいまし、女神像。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。その克服の証をつと引き換えに望みの力を与えましょう。頑張りの器を一個増やしてください。では望みの力を与えましょう。さあこれで次はハートの器を一個増やして、これで多少高いところにも登れるようになったでしょう。イエーイ、頑張りの器。まだ克服の証を持っているようですね。よし、ハートの器を今度は増やしてくださいな。あと1個手に入れたらまたもう1回分できるんやけどな。さあこれでハートの器ゲットー。7個目かこれで。お行きなさい。このハイレルにあん、はい、ハイレルやって、ハイラルに安寧を。やったね。この辺の荷物は全部吹き飛ばせんのか。残念残念。ここは宿屋とかではないの？うわ怖っ。え、超不気味じゃねえあれ。めっちゃ不気味な人形置いとるやん。怖っ。防犯かな。まあじゃあとりあえず族長様とやらに会いに行こうかな。なんや姉ちゃん、見てる、お、ミツバ。見ての通りうちはネタ集めで忙しいんや。姉ちゃん、まさかうちのこと知らんのか。まさか噂のミツバちゃんも知らんとか。知ってる、読んでる。よかった。まさかあの超人気情報誌の噂のミツバちゃんまで知らん言われたらどないしようかと思ったけど、実はうちがそのミツバちゃんやね。すげえ本物。ちょっとちょっと嘘やろ。なんやその薄いリアクション。もう一度やり直しや。いや私結構なリアクションしましたよ。実はうちあの噂のミツバちゃんのミツバちゃんやねん。ちゅうことで今後も噂のミツバちゃんよろしく頼むで。ネタ集め中か。サバサーバ、今日はハイリア人がよく来る日だな。ここはゲルド族の族長様がいらっしゃる場所だ。我々は不審者が入らないよう警備中だ。あまり話しかけるんじゃない。え、でもこの人は話してますけど、中に入ってもいい？忙しい。緊急事態、関係者以外立ち入り禁止と言いたいところだが、我らの族長様は優しいおかげでな。訪ね来る者は阻むと言われている。入りたいなら好きにするんだな。しかしもし族長様に失礼があったときはこの槍が黙ってないからな。了解です。こっちもなんか話しよう。サバサーバ、私さ、やっと運命のボーイを見つけて最近結婚したばっかりなんだ。幸せってやつをやっと見つけるところなんだ。なのに旦那がちょっと厄介な山にかかっちゃってね。モルドラジーガの肝がないと治らないってんだよ。でも私の力ではあいつを倒すことなんて到底できないからさ、兵士さんたちならって思って頼みに行ったんだけど、今は大変でそれどころじゃないって門前払いさ。まあモルドラジーガは凶暴だからね、立ち向かえばただでは済まない。こんな他人のために誰も行きたがらないのは当たり前だ。せっかく街を出られたと思ったのにこんなにすぐに戻ってくるなんて。まずモルドラジーグはわからないから。モルドラジーグは化け物さ。魔物ですら奴らには近づかない。ここから西のルマリン砂丘や南の方によく出没するようだ。奴らは振動に敏感でな、近づくものなら何であれ襲いかかる習性がある。近づくのもダメ、動くのもダメ、誰かを踊りにさせるわけにもいかない。私はどうしたら。モルドラジーグの木をやっつけるしかないよね。
サーバーサーバー、今日は客が多い日だな。族長様は幼いながらも民のことを一番に思っておられる優しいお方。こんな大変な時でも訪問者は通せとおっしゃっているが、いいか、中に入ることは許可するが、族長様の邪魔だけはするんじゃないぞ。何が起こってんの今。これはゲルドの問題、お前知らんでもよいことだ。あれかな、イーガダンのことかな。おお、すげえ、なんか、おお、なんだ、ほんとちっちゃ、かわいい。うん、うわ、でもなんかめっちゃ化粧してた。ゲルドの族長ルージュ、もっと幼くてもいいんじゃないのか。を旅のものか。ええ、そうです。わらわに何か。全然優しそうに見えないんだけど、優しいのこれ。これって言っちゃった何珍しいものって。シーカーストーンのことかな。なんか座り方とか超偉そうだし、まあ族長やけん偉いんやろうけども。ゲルド族の王ルージュ様の御前であるぞ。用があるならそこから申すがよい。まあそう凄むな、ビューラ。このものはただの旅人ではないようだからな。お前、名を何と申す。喋ったら男ってわかるんじゃないの。ほう、リンクとな。わらわに用があってきたのであろう。リンク、お前の話を聞こうではないか。真珠に乗り込みたい。ナボリスに乗り込みたいだと。あれを制御できるのはウルボラ様と同じく英傑と呼ばれるものだけ。しかも皆100年前の大厄災で命を落とされている。何をバカなことを。いや待て、ビューラ。カカ様が言っていた。100年前、ハイラルの姫が倒れた剣士を眠りにつかせたと。確かその剣士はそのものと同じリンクという名だったはず。にわかにも信じがたいが、しかしハイラの英傑は伝説の剣を携えていたと聞いています。この者はそれらしきものを持っていないようですが、確か大魔の剣と言ったか。ハイラルの姫が深い森の中に封印したと聞いているが、だがその者が腰につけているものはおそらくはシーカー族の遺産であろう。彼らがあのような代物をそうやすやすと流れ物に落とすとは思えん。ただそうなれば英傑の中にハイリア人の場合はいなかったはず。まさか貴様ボーイ。もしそうであれば大罪じゃな。だがお前が英傑であるというなら話は別じゃ。ウルボラ様の友を手荒には扱えぬからな。それにだ、ナボリスを沈めたいというのはこちらも同じ。お前も見たであろう、巨大な砂嵐をまとい近づく者に雷を落とす神獣バナボリスの姿を。どうにかしてあれを止めねばならぬが、我々だけではあれを沈めることはできぬ。お前が英傑というのであれば中に入りナボリスを沈めてきてはくれぬか。しかしまだその者の正体もはっきりせぬまま、そのような重大なことを任せるというのはいかがなものかと。まずはどうでしょう、兜の奪還をその者に頼むというのは。なるほど、確かにな。ああ、イーガダに取られたとか言う。実はな、ナボリスの雷に唯一抗うことができるゲルド族の神器雷鳴の兜があろうことが族どもに奪われてしまってな。ご心配ならずとも、本当に英傑だというのであれば簡単に取り戻してくれましょう。神器を盗んだ前に銀次を盗んだ族に関しては兵士たちが詳しく知っている。まずはその先の兵舎にいる隊長のチークから話を聞くのがいいだろう。あれがないことにはナボリスに近づくこともできるからな。それにしてもこんな人気から訪ねてくるとは。これもウルボズ様の お導きかな。さあこれで雷イカズチの神獣って言った、バナボリス。この先に弊社が、はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。